1> 第1項。度数分布表とヒストグラムでデータの特徴を浮き彫りにする。1-1。生データでは何もわからないから統計を使う。私たちは日常的に多かれ少なかれデータを扱っています。商売をしているなら、 日々の客数や売上額は最も重要なデータでしょう。また、学生ならテストの成績のデータは進学において大切な役割を果たします。あるいは成人なら毎年の定期検診でもらう血圧や血中成分のデータが気になります。データと無縁に暮らしている人はいないのではないでしょうか。しかし、データというのは生のまま、つまり、 単なる数字の連なりをぼーっと眺めていても、それから何を受け取ればいいのか？さっぱりわからない。確かにデータはある意味、現実そのものを表してはいます。しかし、漫然と眺めていても何もわからないという点では、データも現実も同じでいいと思います。例えばサイトからダウンロードできる図？ 1を眺めてみてください。これは女子大生80人の身長のデータです。石村貞夫、統計解析の話、東京図書、掲載の200個のデータの中から最初の80個を抜き出したもの。この80個の数字をじっと見つめて何かを引き出せるでしょうか まず非常に当たり前のことですが、女子大生の身長はみんな同じではなく、まちまちな数値をとっているということを確認しましょう。日本人の成人女性の一部という集団を扱っていますが、属するメンバーの身長は様々な数値をとります。この様々な数値をとるということを、専門の言葉で分布すると言います。 分布が生じるのは、その数値が決まる背後に何らかの不確実性が働いているからに他なりません。不確実性のメカニズムが、まちまちな身長の数値を生み出すと考えるのです。ところが、不確実と一口に言っても、それらには固有の特徴や癖があることが分かっています。その固有の特徴や癖を、 分布の特性と呼びます。さて、この身長のデータに固有の特徴や癖は何でしょうかデータ解析に馴染みのある方なら数値をじっと睨んでいるだけで多くの特徴や癖を引き出せるのでしょうが、普通の人にはただの数字の羅列にしか見えないに違いありません。そこで、この生データ、つまり生の現実から 何かその分布の特徴や癖を引き出すための手法が必要になります。それが統計という手法なのです。統計で行われるのは縮約と呼ばれる方法です。縮約というのはデータとして並んでいるたくさんの数字を何かの基準で整理整頓して意味のある情報だけを抽出するということを意味する言葉で 大まかに次の二つの手法があります。一、グラフ化してその特徴を捉える。二、一つの数字で特徴を代表させる。その代表する数字のことを統計量と呼びます。一の二、2. ヒストグラムを作る。縮約の方法として、 まず生データからグラフを作る場合最もポピュラーなグラフは